古線橋の霊古線橋とは、橋の一種で、鉄道線路をまたぐもの。道路をまたぐ橋は、古道橋という。鉄道駅構内で、駅舎やホーム同士を連絡するためにかけられるものや、踏切を排して、道路と線路を分離、立体交差化することを目的とするものがある。線路をまたぐ道路の橋で、古線道路橋と呼ばれる。歩行者のみが渡れるもの。 歩行者も自動車も渡れるもの、自動車専用道路のものなどがある。一般的には、オーバーパスと呼ばれる道路を、高架上に上げた形の橋が多いが、切り通しや掘り割りを通る線路の上に架かる道路の、橋も古戦橋である。古いものの中には、歩行者専用橋では主要な構造部材を、中古のレールで作ったものや、自動車も渡れるものでは、鉄道用の鉄橋、 公共の桁を転用したものも存在する。鉄道駅構内の古線橋には古くから大切に使われているものも多く、産業文化財として貴重なものもあるが、建て替えが進められているため、古い古線橋は急速に減りつつある。古線橋の主要な構造部材を中古のレールで作ることもかつてはよく行われ、そのレールが貴重なものであることもある。近年では、 鉄道駅が、共場駅舎とされることが多く、その場合は、駅舎と古線橋は一体化したものとなる。大規模な駅の場合、共状駅舎化されるだけではなく、駅前広場そのものを高架化して、ペデストリアンデッキと一体化しているものも増えてきた。また、1990年代末からは特に、高齢者や車椅子使用者への利便など、バリアフリーの観点から、 エレベーターを備え付ける場合も多くなっている。一方でこれらの整備は費用がかかるため代替として校内踏切を新設するケースもある。階段を廃止、ホームと教場との間の昇降手段がエレベーターのみしか設置されていない古戦橋もある。ただしこれらの多くは 別に非常用の階段を備えている。建築当時から移設されていない日本最古の駅構内の古線橋は愛知県の竹戸予線半田駅構内のものとされていたが竹戸予線の高架化により2021年6月5日をもって駅構内での供用を終えることになった。鉄道が他の鉄道の上をまたぐものであり古線線の橋とも称する。Wikimedia c o には 古線郷に関するカテゴリがあります。ウィキメディアコモンズには古線歩道郷に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。